はい、えー、ゲームコレクターの酒缶です。本日は2020年12月3日酒監学院ゲームコレクターブスタートです <laughs>、えー。チャンネル登録よろしくお願いします。あ、この配信はえー、っとゲームコレクターの酒缶がなんとなく1日に30分ぐらいゲームの。 ことをど話しする配信でえっ、ー、とフワッチでえっ、ー、と毎日25時からやってますはいえっ、ー、とチャンネル登録よろしくお願いしますまたあのコメント等はねそのフワッチの方であのいただけるといろいろ対応できる反応できると思いますのでよろしくお願いしますでまた概要欄にね僕の関わっている Kindle 本へのあのリンクが貼ってありますのでまあといっても Amazon のね あの僕の関わってる Kindle 本のタイトルがバッと出る検索結果なの,のねページに行くのでそこでちょっと気になるタイトルご興味のあるタイトルもしくは僕のコレクター活動にねご支援いただける方は是非ねこうあのー、見ていただければと思いますあとお仕事の連絡は、ね、いつでもお待ちしておりますはいということでえっと本日の予定はえっと 3DO の話は対決ルミーズ で,すね、で、えー、っと、レトロフクリークチャレンジでスターホースの話をして、で、時間があれば質問箱やって、最後に、えー、っと、本日の記念日ゲームという流れで進めていきます。えー、っと、毎日雑談ね。まあ、うん、そうだね。今、キンドル本の方新しいのを、ね、作るための素材の準備をいろいろしてて、えー、っと、初めてね、 ちょっと録ののタイトルを録画してみたんだけど、結構容量食うのね <laughs> 僕の機材の関係もあるんですけどちょっとこう HDMI 変換して録画みたいな感じにするんだけどいやー結構容量食うしまあ今回はちょっと関わるタイトルが1タイトルしかないからまあそんなに気にしてないんだけど。 いや以前 643DO、まあのねあのこれねアンコンプリート本を作った後に64やろうかなと思、まあ、ってなんですよこれやる前に64やろうと思ってたんだけど64結構プレイして画面撮ると大変だなと思ってちょっと敬遠してた部分もあるんですけどまあまあ <laughs> そうはいつつもね64はもうすでにあのパーフェクトカタログさんがね出してるしねあと最近だとほらあのー ハンディーゲームマシンコンプリートガイドデラックスんだっけデラックスあれがね発売中止になったり、ね、ネオ10が発売中止になったりしてるの見てると結構こう、ね、200ゲーム200タイトルとかのねゲームをプレイしてこう録画して何十時間何百時間かけてこうね 本作って最後発売できないとかなるとちょっとリスク高いなぁと思うとなかなかそういうスタンスの本って作りにくいよねーっていうところで今ちょっとね違う方向でいろいろやろうかなと思ってますはいということでねえー、っとまああとあれだゲームラボさんのねえー、っと原稿は一応 ゲラーをチェックしたからまあこれで僕の作業的には落ち着くのかなぁと思いつつも Twitter、ね、とかあん,、まあんまり見てないんだけどたまたま見たらなんかこう、ね、まだこれからみたいな <laughs> 感じの人たちもいるみたいだしまあ皆さんスケジュール感違うんだなぁみたいなねまあいいや <laughs> はいということで今日はね 3DO の話なんですが1995年8月7日に発売された「対決ルミーズ」ですねはい 対決ルミーズですけども、えっ、ー、と、多分ね、これ、三洋電池の一作目、だから、トライ、えっ、ー、と、3DO には、えっ、ー、と、リアルっていう、まあ、松下電池、パナソニックが出してる 3DO リアルっていうのと、三洋電池が出してるトライっていうのがあるんですけど、三洋電池さんあ、松下の方は割とこう、 ののソフトっていいいうのはななかもしれないけど一応発売元かね販売元かなんかで結構多くのタイトルに販売元とかでこうパッケージの裏側とかに書かれてたりとかもしくはここにパナソニックって入ったりなぜかね入ったりとかあとここはね、えー、と製品コードがね FZ なんちゃらかんちゃらとかなってるのが確か松下系なんですよだから多分あれは松下の工場でプレスして出荷して あのー、松下のパナソニックの、ね、ナショナルのお店とかにこう入れられてたんじゃないかなって勝手に想像してるんですけど、まあ、実際のところはちょっとよく分かんないんですけど産業、あのー、は産業でねこう本体作ったけどゲーム機だけっていうかマルチメディア機だけだと多分儲けがなくてやっぱソフトでい,いかに売るかっていう商売じゃないですか。あのー まあソニーさんがねプレステでやっぱりそういう商売をしたわけですよ。だそういう意味では松下さんがまあ一応いろんな会社にゲーム作ってもらってわーって盛り上げてるというのとあるのに対してまあ三洋さんもね自社の方でも,もまあ盛り上げてまあ一応まし、えー、と三洋の方のそのねあのチラシとかにこう入るタイトルとまずちょっと違うんですよ松下の方と三洋の方と。でその中で三洋さんの方でやっぱりこう 多分自社の販売というところでね出してきたのが対決ルミズってことなのかなって僕は想像しています、まあ、なぜ想像しているかっていうと結構そうそうなんか画面はねボンバーマンみたいな画面なんですよあのトップビューでね迷路みたいなところにこううろうろするんですけどでなんかあのハンドル回すっていうかまあ マップ内の、ね、ハンドル回すと水がダーッと流れてってその水にこう敵を巻き込むとねこうやっつけることができるんですけど結構自分も巻き込まれるんで水の流れっていうのをちゃんと見るのがポイントのゲームなんですけどいやーなんだろう分かりにくいんですよね。まあ、慣れると分かりやすくなってくるのかなと思いつつまあ要はそういう対戦主体のゲームなんだけどやっぱコムとやってるとちょっと辛い。 ですよ。で、3DO って基本的にこうなんだろうな例えば「数ファミのボンバーマン」ってまあ PC エンジンでもいいんだけどあれはやっぱマルチタップ前提だったじゃないですか。だからマルチタップあって4人で5人で楽しめるんだけど 3DO のあのコントローラーってあの呪術なりなんですよ。<laughs> 要はひ えと本体からワンプレイヤーのコントローラーでワンプレイヤーのコントローラーに差し口があってそこに差すと2プレイヤーのコントローラーでまた刺してスリープレイヤーってなってくるんでみんなこうつながるんですね。だからその結果多分 <laughs> この4人プレイできるんだけど。 あの4人でプレイする時にワンプレイヤーがムカついたらグッてコントローラー抜いちゃうと234プレイヤーが全員こうあの動かなくなるっていうね <laughs> なかなかこう面白い、ね、ゲーム機なわけですよ <laughs> だ多分対戦向かないんじゃないかなっていう、まあ、まあ正直言うと 3DO のねコントローラー いくつか持ってんだけど、さすがにこれをね、プレイ、対戦プレイした記憶はないんだよな。でもちゃんと4人プレイも入ってるからね。うん。まあ一応これ、ストーリーをね、読んでおくとね。そこには地球に似た自然の多い世界がありました。人や動物、妖精が一緒に暮らす楽しい平和な暮らしです。あ、世界です。 ある日、水の精が集まり、いつもと違った新しい遊びを考えていました。その中で、水の精、タイニーが面白い水の流し合いを思いついたのでした。水を流し合い、最後まで流されずに残っているものが勝ち、流されたものは負けというルールです。さあ、これから水の精たちの楽しい対決が始まります。ということでね、まあ、要は、その、多分、 ボンンバーマンこれは僕の想像でしかないんですけどボンバーマン的なこうね1画面固定の4人で遊べるパズルパズルじゃないな対戦ゲームをこう作ろうっていうところで多分こういうアイディアが浮かんで,で後付けでこうストーリーを入れてんじゃないのかなって思うんですよねだって水に流されてさ流す行くのって遊びとして結構怖いですよ <laughs> まあまあゲームの中のキャラだからまあそれはそれでいいっちゃいいけどこういう流され方ですよね うん、なかなか怖いですね。はいまあ、ちなみにまあ、取説はねこういう開くタイプの取説なんですこういうねまあ安いのかな多分冊子にするよりもまあ、こういうやつですねでちなみにねいつもちょっとあのこのゲー,ムゲームソフトは後に何々のハードで出てっていう、ね、流れの話はしてるんだけどあの これね、山陽さんのキラータイトルに見えたんだけど、後にね、実はこうやってね、プレステで発売されてるんですよ。対決ルミーズメルヘンランドっていうね。ちょっと名前に追加されてるんだけど、メルヘンランドって設定あったかな。うん。まあまあね、こっちはね、一応、まあ、まあ大体絵柄的には、ちょっと、ちょっと追加されてるかな。 まあこんな感じでね、だいぶ違いますよね。でもタイトルにちょっとね、メルヘンランドついてるだけで、まあ、基本同じなんじゃねえかな、みたいなところはあるんですけども、一応ストーリーが書いてあります。えー、とそこには地球に似た,た,た自然の多い世界がありました。同じかな。そこには地球に似た自然の多い世界がありました。人や動物、あ、同じだ。同じ同じ。<laughs> 同じですね。 ということでね、まあ、プレステ版も、まあ、基本的には同じなんでしょう。コントローラーはね、マルチアップ使うタイプですけどね、プレステの場合。で、あと、キャラクター紹介とかね、あって、割とこっちはこっちで充実してるけど、まあ、まあ、同じだよね、基本的には。まあ、ということでね、3DO で、まあ、無理してね、あの、対決ルミーズを探さなくても、プレステ版を手に入れれば、まあ、 遊べんじゃないのってまあそういうようなね、まあ、ちょっと比較プレイっていう感じではやってないんで何とも言えないんだけどまあ無理して 3DO をかわんでも4人対戦やるならプレステ版をどうぞという感じでねにしておきましょうはい。ということで。 3DO のタイトルで、ね、どんなタイトルが出るか、出ているか、まあ簡単なミニ情報的にね、知りたい方はね、ぜひ、n ンドル本のね、ゲームコレクター作家のアンコンプリート 3DO をよろしくお願いします。ということで、えっ、ー、と、次はね、レトロフリークチャレンジということでね、スターホースですね。まあちょっとメジャーすぎるタイトルなんですけど、まあレトロフリークチャレンジとかンノンレトロフリークチャレンジって何をしてるかっていうと、単純に僕が こういろんなね、えっ、ー、と、まあ、Kindle 本もそうなんですけど、そういうところで、こう、写真、ゲームのね、写真を撮るときに、やっぱプレイして、自分で録画したものをストックしとかないとなかなかすぐに、おいそれと撮れない部分もあるんで、まあ、いろいろクリアできるまでやってみようみたいな感じでね。<laughs> まあ、実は、ブログの方にそれは、とあのタイトル画面と、クリアした最終画面というのを載せてるんですけど、まあ、 初期のタイトルってなかなかかこう、ね、難しいんですけどスターフォースねちょっとあのあえて言うと目的があるんですよまあ当時のねシューティングゲームっていうとまあなんだろうなまだスターフォースが出たぐらいの時期っていうのははみ込んだとえっ、ー、とまあそうだね まあ、シ,ュシューティングゲームっていうねカテゴライズのものを言うとやっぱりファミコンだと最初はあの、ね、ワイルドガンマンとかあの辺なんですけどまあそ,それシューティングゲームって言わねえよって言われちゃう可能性があるんでまあそれをちょっとねあのまともにするとまあドン・キー・コング3かなみたいな話になるんですけど <laughs> でもまあそれでもちょっとちげえかなーみたいに思われたらまあまあ無難なところでいくと南部このギャラクシアンあたりからね始まってまあ 年末、じゃあ11月ぐらい、あ、九十あ、じゃあ84年ですね。の7月かな、ギャラクシアンは。で、あ、じゃあ7月はあれか。7月はハドソンの参入か。あの、ロードランナーとナッツミルク。で、その後あ何月だっけ、8月か9月ぐらいかな。ギャラクシアンが出てて、で、その後その、11月にゼビウスが出てるんですよね、シューティングって流れでいくと。 で年明けて、えっと、85年の頭ぐらいになるとえっとバンゲリングベイがね多分まあまたシューティングっていうとちょっと語弊があるというか微妙なところだけどまあ打つゲームってところで、ね、行くと、まあ、バンゲリングベイがあって多分その次ぐらいがスターフォースなんじゃないかなという感じがしますでスターフォースまあ当時はねあの まあナムコの参入もそうだけど、ハドソンも実写のパソコンではね、シューティングってまあジャンル的に合わないから、なかなかね、そこから持ってくるってないんだけど、これは実はあのテクモ、今の、今の公営テクモゲームズのテクモですね、が昔まだ定款っていう時代に出してた、アーケードで出してたシューティングゲームがスター・フォースで、 まあそれをハドソンが移植したからね結構微妙なのがあの子あの時代まあ子供だったらね僕なんかはちょっと親がゲーセンとかやってた関係である程度こうメーカーさんの名前とかをね把握してたんですけど子供ファミコンしか遊んでないような、ね、世代とか子供からするとゲーセン行けない子供とかからするとあのもうハドソンのスターホースだったんですよね。はい まあ、もっと言うと僕も当時の僕の周りの環境にはスター・フォース一応アーケード版あったから移植されたって分かるけどまあ移植っていう意識もなくファミコンのスター・フォースをハドソンが出してたっていう <laughs> しかもこう結びつきがない人もいる多くいるんじゃないかなという感じもします。 でまあ、スターフォースも、だから、まあ、ゼビウスなんかもそうなんですけど、まあ、ループゲームですね、シューティングでループゲームだから、まあ、スターとしてこう、まあ、いくらか行くとボスみ、ボスみたいな存在がいるんだけども、でも、それをクリアしたからといって、スターフロールが流れるわけでもなく、まあ、こう延々とこう、ね、自分が全滅させられるまで、ループ、ループ、ループを繰り返すわけですよね。まあ、そういうところでこう、 まあ当時としては、なんだろう、うストーリーをどうするとか、クリアするみたいな概念はなくて、単純にこう、スコアアタックって感覚ですよね。まあ、まあ、もしかしたら、ここまで行くと、どこのとこまで行けたかっていうね、競い合いもしてたかもしれないけど、正直、その <laughs>、なんだろう、スーパーマリオとかね、パックランド的なね、こう、ステージの区切りみたいなのがないから、 あ,のあんまりそこら辺でこう,うまく、ね、あのここまで行きました A 地点 B 地点行きましたみたいなねなかなか難しかったんですよね。まあ、特にあれですよねそのなんかやられてしまって何だろうこう,こう多分ずっと長いルートがある中の,あのをぶった切ってボス点挿入入れてるから。 多分人によってなんかこう進み方がやられてしまうと進み方が変わるようなところもあってそういうのもなんかちょっとこうどこまでいったって言いにくい部分なのかなという感じがします。まあ、ともかくねただループゲームだとは言ってもね一応区切りとなるものがあるんですよスター・ホースには。一応ねこうスター・ホースのね取説の中にねこう「スター・ホース7つの謎」って っていうねページがあるんですよでこれをね、えー、とまあいろいろ「ヒドン」とか「マジッカ」とかね、まあ、これは基本的にはひなな謎というよりはあのこういうところでスコア稼げるよう的なね敵の紹介みたいなもんなんですけどその中にまあ一応ねこう「地上への謎とゴーデスの正体は?」っていうページがあるわけですよ。まあねこういうのがあるんで、えー、とこれに関して言うとね まあちょっとあの実はこのゲームコレクター作家のファミコン出寮とドン・キーコングからスーパーマリオブラザーズまでっていうね本の中でもスター・ホースのネタは書いててまあその辺に近いネタは書いたんだけどまあ要はねここにねこういう <laughs> ページがあるわけですよでまあゴーデスっていうのはスター・ホースのその戦ってる大陸って言い方がね正しいのかわかんないんだけど一応ゴーデス大陸の一番奥に隠されてるとかまあこれ読み,読みますね 地上への謎とゴー,デスの正体はゴーデス大陸の一番奥に隠されている謎の地上絵その謎を解き明かすことが君の最,大え最後の使命だこの絵を見ただけではその意味は理解することができないが こ,れえー、ここまでゲームを進めてきた君には何となくピンと何かがピンとくるはずだ。そしてその意味を理解できれば、右下のようなキャラクターの隠し場所を発見することができるだろう。このキャラクターを出して破壊することができれば、なんと100万点のボーナス,をポ,イボーナスポイントがもらえる。地上への謎を解き、ゴーデスの正体を突き止め、100万点のキャラクターを発見し、破壊した時に君の使命が達成され、 まあそれでねこうやって隠しキャラって隠しキャラだけど出しちゃってるって逆に隠しキャラがいる場所のヒントをこう出してるっていうね分かりにくい構成なんですけど <laughs> あのまあちょっとねこれ僕が昔あの,の V6 さんたちがね出てた「あのクマグスって番組でファミコンクマグスとして出演した時にあの一応なんかこう。 裏技的なものをしょまあ紹介したりねしてた中でまあ一応わかりやすくねまあゴーデスかって言ったけどまあゴーデスっていうわけじゃないんですよねこの隠しキャラクターはただまあこれすごい難しいのがゴーデスの正体はって書いてるんだけどこの問いかけが多分おかしいんですよねゴーデス大陸っていうのがある中でまあその謎の地まあ、地上絵があってでなんか破壊するキャラクターこれ隠しキャラクターとしか隠れキャラクターか これれが100万点の隠れキャラクターだってて書いい名前は分かんないんなですよねねここだけだけと、ね、でまああのでこいつをね倒すことがねそのゴーデスを完全に征服したことになるのだって、ね、<laughs> なってるからまあまあある意味ゴーデスの心臓部的なものとかねまあなんかいろいろ表現の仕方あるけどまあそういうようなものなんでまあこれを倒せばねとりあえずあのなんだろうこう ゲームとしてのじゃなくてそのまあこれもテクモのね定冠のハスター・フォースにはそういう設定があるのかどうかわかんないんだけど少なくともハドソンの解釈的なな、えー、と地上への謎とゴーデスの正体わざわざこういう書き方してるからこのね隠しキャラクター隠れキャラクターを倒せばまあ一応こう何となくゴーデス大陸をどうにかできたっていう,こう達成っていう。 見なしていいだろうってことでね。まあ、頑張ってこれをプレイして、一応、あの、どうにかね、倒すことができました。なのでね、えっ、ー、と、この、倒した直後の、もう、この隠しキャラクターがいないところで、スクリーンショットをさて、撮ったので <laughs>、後でブログに上げようかな <laughs> と思うんですけど、意味あんのかな。まあいいや。まあ、そんな感じでね、一応、スターホースもねあ、なんかこう、クリア、クリアしたんだな、っていう感じで、 いや実は今悩んでるのがゼビウスのクリアは何,何をもってクリアと言えばいいのかってところでねあのアンドアジネスを倒せばクリアなのかなっていうと結構序盤から出るからねあれをどう,うーんまあでも今の僕の考え方だとそれはそれでいいのかなってちょっと気がしてきましたまあともかくねなんかループゲームだからまあハイスコアを出すって ことは目的なんだけどその一方でやっぱり当時のねシューティングゲームっていうとストーリーはなんかこう本当につけてたか後付けかわかんないけどいろいろある場合もあるんだけどやっぱりこうなんだろうなハイスコアなんですよねだから「あの俺はな何々を 救うために戦うんだとかいう目的でいったらこう一生目的が達成できないっていうねところなんでまあ自分でこう区切りを作ってでこれを達成したところでこうね強くねポーズをかけてもうゲーム終わりみたいにするとこうあのハッピーエンドに迎えられるんじゃないのかなという風なことをね勝手に思ってみました。はい、<laughs> という感じで「まあ、スター・フォース」無事完結という。 ところですか、ねはい、でもスター・フォースってあれですよねそもそもスター・フォースがあって高橋名人誕生という流れですよね。まあ正直ね今こう高橋名人によって、まあ、個人高橋名人自体が語たってる部分もあるしまあそれで。 ね、ブログなんかだったり、まあ、公式本出たりとかいろいろあってこうね昔の話で出てくるけど、まあ、実際あの時代にねどういう、ね、流れでああいう名人が誕生していったかっていうのはまあ美化されてる可能性もあるからねまああのちょっと話半分ぐらいでこうなんとなく広報っていうのが必要だったんだなぐらいに思っとくといいのかなと個人的には思ってますがいかがでしょうか。<laughs> はい、ということでねあとつ。 次は質問箱ちょっと行こうかと思います。えっ、ー、と、ストレスがマックスやばすぎて、えー、やばいというときはどうしますか、まあ、マックスすぎてやばいというときはどうしますかどうしてますかストレスがマックスすぎてやばい。ストレスがマックスすぎるっていうのはどういうことだろうなぁ。うーん、まあなんかこう、ちょっと体を動かしてね、あの、 疲れて寝るとかね風呂入るとかその程度でどうにかなるんじゃないかなぁまあどういう環境でストレスがマックスすぎるってやばくなるのかちょっとその辺の環境が分かんないからねうんまあそんな感じにうん普通のリラックスでどうにもならなかったらどうするんだろうねうんまあでもまあ寝れば 寝ればなななんんとかかるんじゃないですかねあと日常のねまあゲームをこうなんかこうひたすらプレイするとかねまあ何かして忘れるんじゃないですかねはいで次「乗馬したことあります?」えっ、ー、と「乗馬したことないです」<laughs> リアルでですよね乗馬ねあでもあれかなんかちょっと動物園じゃないけどなんかこう乗せてもらえるようなものに 子どもの頃とかね乗せてもらったとかそういう経験はあるかもしれないけどそれが馬かどうかは <laughs> よくわかんないですね。まあ、あとはあの当時のねあのデパートの屋上でこう、まあ、パンダだかクマだかなんだかわかんないあの中にねこうビーンって動くやつの中に、まあ、馬があったかどうかとかね <laughs> そういうレベルかな。まあゲー,ゲームの中だとまあね無双シリーズだったりね まあ、ゼルダのワイルド・オブ・ザ・ウェストだっけあれえワ、ワイルドまあいいや、ブレス・オブ・ザ・ワイルドとか。<laughs> ブレス・オブ・ザ・ワイルドとかね、あんなのもこう馬乗れてるから、まあ乗馬をするんだけど、あ、ゼルダではあれですね。まあ、息子もそうなんだけど、実は馬,馬の,のあんま好きじゃなくて、馬乗って速く走るのもいいんだけど、あの、だったらこう、 バテないんだったらねあのモンハンハみたいにバテるんだったら嫌だけどあのバテないねゲームだったらこうひたすらこうダッ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 て走ってそのバシーンってあの切りつけるとかそういうのが好きなんでまああんま乗馬もそこでも乗馬あんましないかなまああとはあれだねあのなんだえー、っと Wii のファミリージョッキーとかね結構か確かムチバンバンやるやつねああいうやつはこう あの乗馬って雰囲気じゃないな <laughs> でも馬はちょっとあんま得ゲームの中でもちょっと得意じゃないかもしれないですねあのファミリーいやマリオソニックのあのオリンピックの中とかでも乗馬とかあるけどまああんま得意じゃないかなうんはい えーと疲れた時のリフレッシュ方法とかってありますかうーん、えーと、甘いものを食べる、<laughs> えっと、風呂に入る、寝る、終わり。<laughs> えっと、今の所持金はいくらですかえっ、ー、と、今、僕の手元にはお金ないですね。0円ですね。<laughs> 財布にいくら入ってるか知りません。はい、今,今こう、財布を手に持ってないです。 まあ、あの辺に多分あると思いますあの辺にねはい <laughs> ということでえっ、ー、とまだ時間的には大丈夫かなえっ、ー、とマイブームは何ですかえー、マイブームはマイブームはとにかく Kindle 本です Kindle 本をいろいろとこうねまあ いろいろいただければまあ書くんですけどもまあそれ以外にでもねなかなか僕もライターじゃないもともとがライターじゃないんでなかなかそういうつながりが持ちにくい部分もあるのでまあ、キンドルもいろいろ出しながらねこうどこかではいろいろ何ができるかっていう試行錯誤をねまし、あ、てるとこですがまお、あ、仕事のね連絡いただければ、まあ、ゲームの開発関係でもお仕事の連絡いただければいいんですけどもまああの ゲームのねまあ何らかのねお仕事はまあ常にあの募集中ですのでまあそこに合うようにね、まあ、ゲームは常にプレイしてるけどそれをマイブームとは言わないんでまあ、d l e 本が今マイブームなんでこれがねマイブームが終わって定着仕事としてちゃんと定着できればいいかなと思ってます。というところで最後ね本日の記念日ゲームですが。 えと1991年の12月3日に発売されたナムコクラシック。ファミコン版は88年ぐらいに出てるのかなで。ゲームボーイで出たのが91年の、えー、と12月3日なので、えー、と29周年ですね、はい。ちょっと今回、キりのいい、ね、タイトルがなかったんで、これを持ってきてしまいましたけど、えーと、これに関して言うと、まあ、なんだろうな。ナムコクラシックって別に。 まあ単純にこうゴルフの大会とかだと何だかクラシックっていうのがあるんでまあ、そこにこうナムコってつけるとなんとなくこうゴルフっぽくなるかなって、まあ、そういうところのタイトルの付け方ですよね。あのー、なんだろうなこうカップコンバルソロナって言ったらあのねあの,ねあの地名つけるとこうオリンピックエセオ,オリンピックになるみたいなあるじゃないですかまあ、そういう感じでねなんか。 メーカー名と何かを付けると、こう、何かのスポーツとかにね、こう関連付けられるっていうね、発明という意味ではナムコクラシックってなかなかいいですよね。でもほら、プレイステーションクラシックになるとね <laughs>、あの、さすがに、あの、ゴルフ場のイメージ全くなる、なくなるしね、もう、プレステでゴルフって言ったらみんなのゴルフだからね <laughs>。 プレイステーションクラシックスって言ったら、まあ、なんかこう、また違うものになっちゃうからね。まあまあ、そんな感じで。まあともかくね、ナムコクラシックと呼べば、まあ一応、ナムコのゴルフゲームって覚えていただけるとね。一応あの、あの、ワンダースワンだとね、あの、ナムコが <laughs>、ややこしいんだけど、バンダイが出してるナムコクラシックっていうのがあったりしますけど、まあそれはそれで、あ、以上、今日はこの辺にしておきます。以上、作艦でした。おやすみなさい。